ジャレッド・マイケル、スキップ・シューマッカーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、トーランス出身の元プロ野球選手、野球指導者。右ト左だ。現在は、MLB のサンディエゴ・パドレスで助監督を務める。セントルイス・カージナルスでの現役時代2001年の、MLB ドラフト5巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。 2005年6月8日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たした。2007年には88試合の出場で打率333を記録。2008年は開幕から一番打者としてメジャーに定着し、153試合に出場で打率302を記録。7月26日のニューヨークメッツ戦で7打数6。 アンダを記録し、球団史上では1935年9月5日のテリー・ムーア以来となる1試合6アンダを記録。カージナルスの外野は、リック・アン・キール・トライアン・ラドウィックが、レギュラーとして確定しており、それに加えクリス・ダンカンや、有望株のコルビー・ラスムスがおり、過剰なため球団は、アダム・ケネディを解雇させ、シューマッカーを2009年から二類種として起用する、ことに。 2009年シーズン終了後、年俸調停権を得たシューマッカーは、2010年の年俸として275万ドルを要求。これに対して、球団側は145万ドルを提示したが、調停を避け2010年2月8日に2年470万ドルの契約に合意。カージナルスでは2012年まで8シーズン在籍した。 ロサンゼルスドジャースでの現役時代2012年12月11日にジェイク・レマーマンとのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した2013年10月31日に FA となった2013年11月26日にシンシナティレッズと総額500万ドルの2年契約を結んだレッズには 不動の聖二類種のブランドン・フィリップスがいるため外野種としての出場の方が多かった。2015年11月2日に FA となった。2016年2月9日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結ぶが3月9日に現役引退を表明した。その後はパドレスのフロント入りし球団職員を2年間務めた。2018年シーズンからは パドレスの一類コーチとなり2年間勤めた。2020年シーズンからは助監督に転任となる。ありがとうございます。